はい、橋掛けの、南向きの中間ぐらいのところにありますね。ここは足場が良くて、下から、この前向きにアオリイカが狙えることができます。グレもいいんですけども、水深はそんなに深くないので、どちらかといえばアオリイカや、秋のイガミの釣り場になります。で、今はまあこのさらしが出ていて、ここに潮目がずっと行ってますんで、で、北西が吹いてもこの後ろに、小高い丘がありますので、北西をシャットアウトしてくれて、比較的、風は気にせず釣りができます。ただ、南や西風には非常に弱い地域です。で、アオリイカよく釣れてるのかして、この磯にもイカの住み跡が何箇所もついております。ビトン穴もここら辺に、たくさん開いていますので、野猿なんかも非常にやりやすいです。この前にチョボがあるところです。